前回大阪のオタロードにやってきたダニーさん、偶然通りかかった三森すず子さんにガイドをお願いして、キャラクターショップでグッズをチェックしたり、メイド喫茶で萌え萌えなお料理やメイドさんとの楽しいおしゃべりを満喫しました。今回はどんな素敵なことと出会えるのでしょうか。ここですか。はい、着きました。ラブポップスタジオ、すごい可愛い名前ですね。じゃあ入ってみますか。オッケー、はい、行ってみましょう。よし、おー、あー、すごいすごい、いろんな、はい、いろんなものがある。ラブポップスタジオはコスプレウィッグを中心に、コスプレ衣装、武器、アクセサリー、小物などを幅広く取り扱うコスプレイヤー御用達の専門店です。ほら、お、ダイさんの大好きなほら、はい、手裏剣とか。僕もこれ持ってるんですね。クナイ。クナイ。あ、でもここのクナイが結構凝ってますね。うん、おー、消灯も。はい。うわー、すごいです。すごいですね。ミルキって何か武器とかあるんですか。ミルキーは特に武器はないんですけど、いつもそう、シャーロックはいつもあの虫眼鏡持ってますね。それでいろいろと。そう、見たり探したりするんですけど、はいはい、まあ、武器じゃないですね、あれはね、はいはいはい、小道具。いろんなイケメン、イケメン、イケメンのウィッグですね。なんかこういうちょっと長めな感じが好きかも。なるほどね。ということはアニメキャラの、うん、イケメンキャラもこういう長めがいいんですか。あー、そうかもしれない。ちょっとこう髪の色が薄い、はいはい、ちょっと茶色っぽい感じが好きです、なるほど。ここにもいろんなイケメンズ、はい、イケメンズが今までの仕事でなんかウィッグかぶったりとか。一回だけウィッグかぶってシャーロックの格好したことあります。シャーロックのこういうピンク色の髪の毛かぶって、この後ろにはいろんな、はい、カラーコンタクト、コンタクト、すごいじゃないですか。こんなに、こんな綺麗な色がいっぱい入ってる、ね、アニメキャラに合わせて目の色も変えるんですね。すごいですね。あらら、かわいい。あ、どうもどうも、こんにちは。こんにちは。みんなかわいいですね。かわいい。もう普段はこのようなコスプレでお仕事されてるんですか。すごいですね、コスプレでお仕事ができるっていうのはすごい夢のような、うん、いいですね。コスプレは好きですか。あ、いいですね、好きなお仕事。そうですね、大阪で行われているコスプレイベントの紹介もしてもらえるみたいですよ。私もウィッグ欲しい。厚底ブーツ、すごい。どうですか、色の靴とかも入ってます、はい、こういうのはどうですか。なんか階段から転げ落ちたことがあって、だからもう怖くてこの前が高いの履けないんですよね。いや、いろいろあってすごい楽しそうなんですよ、ね、もうこれでもコスプレの生活がすごい楽しい、はい、楽しくなりますね。このお店があれば一気に充実して。最後に三森さんからお店にサインをプレゼント。このサインは店内に飾ってありますので、ぜひ見に行ってみてくださいね。飾ってもらえるすごいいいですね。嬉しいです、はい、ありがとうございました。ラブポップスタジオさん、ありがとうございました。さあ、はい、まだ、乙女ロード、あ、乙女ロードじゃない、乙女ロード、オタロード、そう、いるオタロードっていうことなんですけど、で僕は、ちょっと噂を聞いたんですけど、はい、その大阪の方を、見えない刀で、はい、切ると、うん、なんかリアクションする。おー、本当？なんかそういう噂は聞いてないですか。わかんない。でもやってくれそうな気はする。確かに。そうですね。じゃあお願いできますか。やりますか。やりますか。超恥ずかしい。ちょっと恥ずかしい。リアクションしない。お、あ、すごい。すごい。ほら見て。いい車ですね。さすが乙女ロード。あ、乙女ロード。乙女ロードだよ。いいですね。はい、かわいいですね。初音ミクの。初音ミクのイタシャが。イタシャがちょうどいました、ね。乙女ロード。いいですね。はい。ではですね、じゃあ僕はちょっとやってみます。音的にはどのような音出すの。なんか口で音出すんですか。口で。ズブシ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 。シキンとか。シキン。テアとか。テリア。テリア。オリャとか。オッケー。よし。よし、ダニーさんからじゃあドキドキの、とりあえずその5分、5分です以内に誰が一番、はい、リアクションあり、うん、もらった人が勝利、はい、っていうことにしましょうか。はい、オッケー、じゃあ僕の5分がドキドキの5分がドキドキすごいスタートします。よし、ね、よし、レッツゴー。これや
よしよしではですね、ダニーさん完全にビビられたじゃないですか今。どうしようかな、ハルシ。ダメじゃないですか、このワサワサの全然ダメじゃないですか。誰が言ったんですかこのワサ、このもしネイマルさんが。ダメですか。じゃあこの4人に。ダメですね。じゃあもう来た来た、じゃあもう来た、やらきやらきしそうな。ちゃん、こっち。はやっ。ありがとうございます。ありがとうございます。待ってました。やったね、ダニさん。やりました。ありがとうございます。ただ私できるかな。ダメですね、難しいですね、これすごい難しいですね。来ました来ました。ハビス。ダメですね。ハリ。今ちょっとうっすら反応してくれた。本ですか。ダニーさん、なかなか成功しませんね。ハリアス。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よし。やったー。ありがとうございます。やったー。でもそろそろ5分アップなんですね。はい。じゃあ5分で僕は2組。本当？じゃああとは三森さんの。どうしよう。ちょっと来た。ズブイッシュ。やられたって。やられた。三森さんが切ったこの方はもしかして、これもうこちらに何をされる。営業回り、営業回り。おー、営業。これね、仕込みじゃないですから、ね、仕込みじゃない、もう仕込み。超偶然。超偶然ですね。ヴァンガードやバイシスバルツ等のカードゲームで有名なブシロードの木谷社長に偶然出会いました。じゃあさっきのリアクションもうちょっと、クサーみたいな感じで、あ、じゃあ2人でいいですか。はい、いいですか。シャキーン、シャキーン、いいですか。クサーちょっと待って。いいですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございました、ありがとうございました。ありがとうございました。よしよし。はぁー、止まって、見せかけて。ズベシ。うわ、もう一応 OK です。 OK です、 OK です。あ、こっちでもいた。ズベシ。おー、すごいじゃん。やったー、すごいですね。大成功。店員さん狙うのは OK ですね、これ。いいですね。どうしようどうしよう、こっちにもズベシ。うわって。おー、帰り討ち、帰り討ち。あー、すごい、素晴らしい。役者、役者。いや、ちょっと役者がいっぱいですね、この街は。すごいですね、もうみんなリアクションする。僕の時はもう全然リアクションしてくれなかったんですね。なんででしょうね、なんででしょうね。じゃあ、あと一組ぐらいですね。一組ぐらい。あ、もうお店から出てきた、お店から出てきた人たちに向かって、とりゃーズベシ。おー、ここにも。ありがとうございます。すごいですね。いや、みんなほとんど全員じゃないですか。100発100中。いや、もう参りました、参りました。あ、これなら100人切りも。いや、すごいですね。じゃあ今度は、はい、東京で。東京で。東京で。実は東京でやったことあるんですよ。で、リアクションしてくれた人はもう外人だけ。確かに東京は、そうですね、多分絶対無反応だと思う。そうね。じゃあ今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。もしかしたらこれから、なんか、あ、リハがもうそろそろ、そろそろ押してますね。そう、今日夕方からライブなんで。ライブ、はい、頑張ります。じゃあその時は、ちょっと見にこっそりと
見に行きますので。そんなこっそり見なくていい。ダニーさんでーすって。普通に見に行きます。はい、来てください。はい。じゃあ今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。OK, we'll see you soon. Bye. Bye bye. カードファイトヴァンガード、ブースター第3弾、闇の力襲来。光さえ食らう漆黒の闇に君は立ち向かえるか。ブースターパック魔皇襲来、好評発売中。ブシロード、バイス・シュバルツ、エンジェル・ビーツ。死後の世界の数奇な運命がバイス・シュバルツで再び鼓動する。エンジェル・ビーツエクストラブースター、好評発売中。ブシロード。大阪府は人口約886万人。東京に次いで日本で2番目に大きな都市。有名な大阪城はもちろん、中心部のとてもユニークな街並みやお笑い文化、食事が美味しいことでも有名です。大阪の日本橋は秋葉原と同じように元は電気街でした。時代の移り変わりとともに、アニメショップやコスプレショップ、メイド喫茶などのお店が少しずつ増えてきて、現在ではオタクカルチャーで有名な街になりました。Alright, so while Mimori-san has gone off to do some of her makeup, I'm going to be waiting right here. Actually, no, I don't, because it's going to be like really boring. But what we can do is maybe we can have a look inside this. So Cospa, it looks like Cospa have a store right over here. And let's go inside to see what goodies they have. Filled with figures, it looks like.Sirium. So these are basically sticks which glow in the dark. So lots of like anime fans, they like to go to support their like favorite voice actresses and so on and so on. And they perform at you know live events sometimes. And to help the folks on stage really get into action, they'll wave around these sticks. Sirium.Basically filled with like goods all over the place. Got lovely more, some t-shirts up here. Looks like some sort of Hawaiian t-shirts for Oreimo over here. Some bags over here. Perfect for cyclists. And what do we have over here? Let's have a look. We've got Kuroneko. It looks like a one of those paper craft thingies, which folds into like a really cute.Kuroneko, just like you see over here. We have some more of the Twin Angel girls up here, looking very cute. And over here we've got some more lovely figures for all over the place. Oh, what do we have over here? Mirai-chan.5% off. I think I'll have to buy that. It's our lovely Mirai-chan over here. And we've got lots of other figures over here. We've got like Nendroids over here. Nendroids. Over here we have like an 11 Love Plus over here. Very cute indeed. And some more. Guzma Company.
Android stuff. Very cute. And of course, our Mirai-chan over here. Alright. Oh, there's two Mirai-chans. Let's put this out over here so that people can find it. Love it. We'll just like, leave that over there. Some DVDs, which conveniently come with a Dakimakura cover over here. So you can hug onto the Dakimakura while watching these DVDs. Really handy. More goodies all over the place. Just remind you to step over there. Lots of lovely anime t-shirts over here. Some Code Geass over here. What else do we have? Uh-huh. What do you have over here? Vanguard, Card Fight Shizen. So we got some stuff to hang off your like keys and stuff like that. What's this? What is this? This looks interesting. Mobile Tanmatsu Judenki. Oh, looks like you can charge your telephone or iPhone or whatever in a Monster Hunter style. It's very cute. We have some bath goods as well. Some more t-shirts and loads of other stuff. Absolutely awesome. We've got loads of Itasha. So loads of cars and bikes like plastered with like anime goodies. Looking very sweet. And what do you have over here? Let's have a look. Itaji Festa in Odaiba. So this looks like the Itasha Festival, which we attended in season one of Culture Japan. And let's have a look inside. Loads and loads of Itasha. Look at that, tons of them. Let's have a look over here. Oh! What do we have over here? We've got Mirai-chan. Suinaga Mirai no Tsukumizu Sugata ga Tamaranai. Our lovely Mirai-chan Itasha. ヴァンガードのキャンペーンで全国のショップを回っていた。この世界は全てだ。よろしくね。ヴァンガローで、ヴァンガローで。チャンピオンのダイゴがヴァンガードを広めるためにやってまいりました。たくさんのみんなにヴァンガードをやってほしい。ヴァンガードファイトしようぜ。ブシロード、ヴァンガードをよろしくね。カードファイト、ヴァンガード。ここから僕らの戦いが始まったんだ。秘めた力、荒ぶる竜たちの魂を解き放つ。襲来する闇の力に立ち向かえ。そして新たな勢力の侵食が僕らの前に立ちはだかる。君はどう戦う？ブースターパック好評発売中。ブシロード。Thank you.
ミルキーホームズは可愛い探偵たちが活躍する大人気作品。ゲームやアニメはもちろん、声優ユニットによるライブも活発に行われています。この日のイベントは大阪のファッション文化の中心地でもあるアメリカ村で開催され、会場になった三角公園にはたくさんのファンが駆けつけました。皆さんお待ちかねのミニライブがついに始まります。一人で坂道登る。
is the end of the show, I hear you say, but it isn't, because the fun and games continue at culturejapan.tv, where you can also win some figures by Ami and